皆さんこんにちは一次試験1ヶ月前の過ごし方につきましてですねガイダンス講義を行いたいと思います私レクセニン講師金城淳之介と申しますどうぞよろしくお願いいたします えー、さて1か月前ということでまあ今皆さんこちらご覧いただいているまあ7月上旬ぐらいを想定しているんですけれども大体まあ試験30日前を切ったか切らないか、まあ、切ったぐらいでしょうかねはい、えー、気持ちはどんどんこう焦っていくんだけどなかなかこう勉強がこう計画通り進んでないとかですねまあ本当に 徐々に徐々に、ああ、もっとあの時やってればよかったとかね、思い始める時期なんじゃないかなと、はい、そんな風に感じておりますが、まあ、今回のこの1ヶ月前の過ごし方ということで、あのー、最初のこのレジュメのですね、こちらに書かれているような、まあ、6項目について軽くお話をしていきたいと思います。で、今回、えー、ご用意したレジュメですね。 まあ直前のチェックリストとか、あと後半の付属資料、このあたりもですね、後ほど軽く使い方を説明したいと思います。で、まず、まあ大事なのが、8月4日5日が本試験なわけで、じゃ現状、現時点で皆さん7月何日かありますよね。じゃあこの1ヶ月、残された時間、 を、まあ、これはもう皆さん、平等に与えられているわけですけれども、じゃこの残された時間の中で、じゃ自分が実際使える時間、それは人それぞれ違いますよね。だから、自分が使える時間を、じゃどれだけ、その、試験勉強に配分していくのか、という考え方が必要になっていくんです。ただ、平等に、例えば7科目受けるとして、じゃ百100時間ありますよ、と。じゃ七7等分して、 分配するかってうとそうじゃないですよね。ちょっとそこら辺も含めて、この現状把握というところをですね、あの、ぜひ、まあこれ見終わった後で結構なので、このチェックリストをやってみていただきたい。受ける科目と、この中で苦手科目。で、それを踏まえて、じゃあ、例えば7科目受けるんであれば、420点のうち、それぞれ何点ずつ取ろうかという自分なりの目標。 それに対して、えー、現時点での達成度。これ A、E の5段階と。まあ、これざっくりでいいんですけども、例えば、まあ、A というのは、明日。それこそ皆さんこれ今見てますよね。その明日です。明日、本番、本試験だとして、受かると思ったら A 評価。明日じゃきついけど、まあ、1、2週間あれば受かるよっていうのが B 評価。で、1ヶ月、 えー、まああればまあまあそこそこいけそうだ C 評価とか、えー、ちょっとやばいぞとかなり力入れないとやばいぞっていうのが D 評価 E 評価というあたりでざっくりこう皆さんで自分でこの ABCDE 評価をして欲していいなと思います、はい、でここまでがこの1番から4番までが皆さんのまあ現状を把握ですね今どういうどこまでできてんのか達成できてんのかというのをまず明らかにすること。 で明らかにしたら今度はこの5番と6番のところですねえー、残りの学習時間ということで実際にあのまあ8月4日5日が試験なので8月3日までですねじゃ平日が何日かありますかと休日土日祝日ねまあ今回、えー、海の日なんかもありますので土日祝日がまあ何日ありますかとまあ土日祝日が休みの方の話ですよねで、えーまあ、平日と休日 に対して、じゃあ、平日何時間勉強できますか休日は何時間勉強できますかというのをざっくり出してください。そうすると、ここに残された、まあ、時間が出てくるはずです <laughs> で。大体ですね、これあの、えっとね、7月の1日の時に、あの、私、池袋本校でセミナーやったんですね。その時に、大体、まあ、15、60時間 とか、まあ多くて200、200時間行くのかなりきついですけども、まあ150時間とか160時間あたりの方が多かったです。7月1日の段階でね。で、ここで出た、その、じゃあ100、ね、じゃ仮に150時間と出たとして、まあでも、ふるふる150時間勉強できないと思うので、まあ9かけぐらい、0.9ぐらいかけると。はい。まあ135時間ぐらい。 うん、まあこれぐらいが厳密な線なんじゃないですかだから9がけぐらいしてもらうと実際に本当にガチで勉強でできるる時間で出てくると思います、はい、ですのでこの135時間をじゃあそれぞれの科目に分配していくと、はい、いう形になるわけですね。で、まあ、こちら側が1日目の科目右側が2日目の科目ということになるわけなんです。 でここまでできたのであれば、まあ、あとはやるだけなんですけれどもはいで言ってしまうと今こうちょうど1番と2番のところをざっと皆さんに、はい、あのやってくださいねということでねこのあとやってみてくださいで3番から先はい説明していきたいと思います <laughs> で今時間残された時間が明確になりました ね、なりましたとそうするとですねじゃあこの限られた時間の中でどうやって何をやるのかということだからああれもやらなきゃいけないこれもやらなきゃいけないとかなりねこうやばいなと思うはずなんですね。でよくあるのがうんと例えば合格体験記ありますよね皆さんも読んだことあると思うんです。 いろんな人ね合格体験記があって直前こんな勉強しましたとかねこれやりましたこんな参考書が役に立ちましたってあるとそれを読むと何が起こるかっていうとまますすす不安になるんです、はい、ネットとかでいろいろ調べるでしょそうするとですねもう本当に不安やばい全然できてない自分やばいということでねますます焦るとあの私に言わせればですねその合格体験記っていうのは あくまでもその受かった人、その人の勉強のやり方が、その人に合ってただけ。皆さんとその合格体験記書いた人は別人だから、同じやり方やっても、それは結果違いますよって話です。だから、全然気にする必要なし。もちろん参考にすべきところはね、多少真似するのはよしだけど、全く同じことをやっても、まあ人間違うんだから気にする必要ないんですよ。 大事なのは皆さん自身に合った勉強をするか否か。これだけです。だからこそ、じゃあ私はこれはやるけど、これはやらないっていうね。やらないことを決める。捨てる。それを決めること。これがね、なかなかやはりこう、難しいんだけれども、でも考えてみてくださいよ。この診断士の試験。だって、6割取れれば合格できるんですよ。どうですよね。分かってますよね。だから4割捨てていいんですよ。 まあね、まあ、ギリギリになっちゃうけれどもでも4割捨てたって受かる試験なんだからだからこうあれもこれもやらなきゃっていうのは100点を目指す考え方になっっちゃってる、うんまあ、特にあの診断士をね目指す方真面目な方が多いのでやっぱり100点を目指そううとしちゃうんですよでもあくまでも一次試験は通過点ですから、えー、皆さんは今年二次試験をね え、しっかり受かってもらうために、まあ、一時なんかサクサクっと通っていただいて、で、空いた時間、も二次試験勉強するぐらいのね、余裕があった方が、まあ、まあ、もう一ヶ月前なのでそんなことはできませんが、とはいえ、あの、気持ちの持ちようです。一時なんてマークシートなんだから、ちゃちゃっと取っちゃおうぜ、というぐらいの気持ちでいた方が健全ですね。いいですね。はい。<coughs> なので、 やるべきことやらないことを決めると。だから、あの、自分に合った勉強の仕方で、人真似にこだわらなくていいです。はい。で、まあ、あの、後で6番のところで言いますけども、もう、結論としてはもう、過去問。この時でいいです。過去問にどっぷりつかる1ヶ月。これをするだけで、かなり合格可能性は高まります。ただ、この過去問どっぷりができないから、やっぱり落ちるんですよ。 過去問にどっぷりつかまあ中小以外ね。中小以外過去問にどっぷりつかれば一時はほぼ受かります。はい。あれもこれも目移りしますけれども、少なくとも過去問にどっぷりつかる1ヶ月にしてください。だから過去問以外はやらないぐらいでもいいと思います。はい。じゃあ逆算型スケジューリングというふうにね、書いてありますけど、まああの、大したことないんですが、逆算。えっと、ゴールが8月の 4日、5日ですよね <laughs> 土日ですのでじゃあその前日の8月3日8月2日8月1日とえー、から7月、えー、317月30と月火水木金土日ですよねでこう考えた時によいしょまあ適当にこんな感じで表を作っていただいてもうちょっと引こうかなこんな感じね はい、そうするとじゃあ8月4日は初日なので8月3日というのは前の日ですよね当然ほとんどの人は、まあ、1日目の初日のね、えー、1日目の科目の勉強をすると思います。そうすると,じゃあ、えー、2日前ということは、えー、2日前は多分8月5日の2日目の科目がっつりやるんじゃないのかなと。 そうするとじゃあ8月1日は何をしますかと直前の2日間はこうするとしてそれぞれ、えー、この7月30日から8月3日までのこの5日間は何をしましょうかと、ね、そうすると、えー、ここに7月の2829土日があるわけですよね。で同じく、えー、月… 27? えー、26 25 20 23 7月23から27の週と同じくじゃあ7月の、えー、と16日16日から、えー、7月の20日7月2122の使い方ってこういうふうに1週間ごとに7月8から7月13。 で7月の1415かな、まあ、こんな感じでその1週間ごとに平日と土日平日土日平日土日と、まあ、海の日ありますけれども、はい、こんなふうにまず逆算で、ね、カレンダーとか、まあ、手帳でも何でもいいけれどもじゃあこの三日8月3日は1日目科目8月2日は2日目科目やるじゃあ逆にそれぞれじゃあこの週とかこの日は何をやるのかと。 いうのを早めに後ろから、まあ、要は後後工程引っ張り方式ですよ後ろの工程からね必要なところをガーッと埋めていくみたいな、はい、前からやっていくと前から計画立ててこれやろうあれやろうってやっていくとですねあの後ろの方にバッファーがなくなってこなせなくなっちゃうからだからこそ逆に後ろから埋めるんですはいちょっとしたことなんですけどもそうするとですねしっかりと はい、できるようになりますので後ろからやるべきことを埋めていく、ね、これが逆算型スケジューリングという考え方ですまあ,あの細かく一日ごと立てなくても例えばじゃあこの週の平日何やる土日何やるとかざっくりでも構わないのでとにかく、えー、目標設定しっかりするということを意識していただければなと思いますで大体いいですねまあここかな。 えっと、7月15日だから、ここがちょうどね、えー、前半、7月前半。7月前半ですよね。7月15日まで。で、ここが7月の後半ですよね。うん。前半と後半に分けたときに、えー、っと、皆さんが今まで受けた模試とか、トーレンとか、 の復習についてはもうこの前半7月15日までに終わらせる。で、7月16日以降はもう無理やりでも過去問ね、どっぷり、うん、入ると。できればもう7月1日から過去問どっぷりしてほしいんですが、まああの、せっかく、えー、まあレックの模試なんかもね、7月の1日ありましたしね。だから、まあまあ模試の復習は15日までに終わらせましょうと。 前半までに7月前半まで飲ませてあとはもう過去問どっぷりというふうにしていただければなと思います。でその模試の復習についてなんですけども模試やトーレの活用とか科目別、ね、特性の攻略っていうふうに書いてありますけども、まあ、簡単に言うとその財務や経済学と暗記科目と企業系理論を分けてあの勉強してねっていう話です。はいまあ、特に財務 これはまあ二次試験でも出ますからね。で、苦手にされてる方が多いんですけども、あの、財務の場合は、だからトーレンとか模試で、えー、例えばレックの模試だと、星3つ、三つ星、ね、ついてますよね。だ重要とか基本とか言われるような。まあ他社の模試とかでもいいので、とにかく基本とか重要とか品質と言われてる論点について、もし間違った。 問題があれば、じゃあその問題をですね、とにかくもう一週間、毎日です。毎日同じ問題でいいので、解く。ということ。毎日です。いいですかそうすると、いやいやもう二日目三日目には数字を覚えちゃいますよって言われます。いいんです。覚えていいから。とにかく、その間違った問題について、もう覚えるぐらい繰り返してくださいよ。 財務ね、そうするとあこの数字をこれと足せばいいんだなとかこれはこういうのを書けるんだなとかあこの公式だよねっていうのが嫌でも頭入りますよく言ってるんですけど財務苦手な人ってあの,必要最低限の暗記ががでできてない人が多い人多んですね、まあ、暗記っていうかまあルールルールが理解できてない理解できないはままいろいろ問題解くか,からやっぱ解けないと。 ルールを、基本的なルールを理解するまでは、覚えちゃうぐらい、やっぱ暗記科目と一緒なんですよ。最初の部分、財務って。その暗記をおろそかにしてるから、解けない。ただそれだけなんです。なので、あの、財務苦手ですとか、私、文系だったのでとかおっしゃる方多いんですけど、あの、大丈夫です。私も文系でしたから。とにかく、あの、繰り返し繰り返し、暗記科目とはまでは言いませんけれども、 この数字とこの数字足すんだよねとかもうスッとこうね考えなくても手が動くぐらいのまあえーなんて言うんでしょうねうボールが来たらバットが出るとかねもう本当にそれぐらい何度も素振りの練習をするのと一緒そんなイメージだから財務はスポーツだと私は思ってます本当にもう繰り返し繰り返すことによってもう体に覚えさせるだからあの今までそういうのをやってなかった人ねぜひあの7月 やるだけでもう全然変わってきますからだから自分の,あの苦手な分野とかね間違った問題もうシトウレンで間違った問題とあと苦手な分野もうそれだけでいいですそれだけの同じ問題を繰り返しやると、はい、それを徹底してやってくださいで後半のところではもう過去問過去問のとにかく苦手な分野あの全部やるんじゃないんですよ もう、あの、1年分60分時間計ってやるとかはもうなしです。もう論点別。キャッシュフロー計算書だけやるとかね。原価計算だけやるとか。もう本当にそんな感じで分野に絞って、それを何度も同じ問題を。まあ5年分なら5年分、10年分なら10年分の同じ問題をやるだけです。はい。まあそんな形。だって、あの、例えば、 キャッシュフロー計算書5年分だったら5問でしょたった5問ですよ。それを毎日やるだけですよ。全然難しくないですよね。だから手を広げずに同じ問題を覚えるまでやっちゃうんです。そうするとある程度パターンも見えてきます。はい。まあそんな形で財務なんかは、ね、経済学なんかもそうですね。同じグラフなんかをね、を一生懸命書くと。はい。で、あ、こういうふうには右側にシフトするとかね。 こういうふうに動くんだなと。あ、この部分が流動性の罠だなとか、例えばですよ。そんな感じで何度も何度も同じ問題をやるんです。覚えちゃうまで。はい。まあ、そんな形で財務や経済学ね、対処してください。で、暗記科目。<laughs> だから運営とか中小とか法務情報。暗記科目については、これはもうあの、できればですね、その、7月中の あの、まあ、さっき時間配分やってもらったと思うんですけども、なるべく多めに時間配分をしてください。暗記はですね、やっぱり覚えたら覚えた分だけ点数伸びますので、やっぱり直前期に短期集中型で、はい、えー、暗記をすると。で、それこそあの、本番の8月4日5日の休み時間も暗記、ね、その時間にも暗記をするというぐらいのつもりで、はい。なので、まあ、あの、 <laughs> 暗記科目については、ファイナルペーパーということでね、本番の休み時間に見るための紙、ファイナルペーパーと言います。本番のあの、8月4日5日、もう夏の暑い盛りに、重たい教科書ね、荷物持っていくわけにいかないですから、もうだから本当にもう紙1科目あたり、本当紙2、3枚ぐらいにまとめちゃって、 でその休み時間に見る休憩時間の30分間に最後の暗記をする最終チェック用の紙を是非7月中に作ってほしいんですだから暗記科目なんかは覚えてないところなんかもうファイナルペーパー用にもう書いちゃうっていうのが一番ですねうんで覚えたら消していけばいいだけの話なのでファイナルペーパー作りながら暗記漏れのところをチェックしつつまあ覚えていき で、どん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 ファイナルペーパーがまあ減らしていくようなイメージ。でもいいかもしれませんね。で、本番の休み時間も最後までこうガーッとね、目に焼きつけるみたいな。はい。そんな対応でよろしいかと思います。これ暗記科目です。で、最後、企業経理論なんですが、これもあのー、私いろんなセミナーで言ってますので、えー、聞いたことある人がいると思いますが、はい。単純にですね、あのー、もう過去も5年分、選択肢、<laughs> 正しい選択肢を読むと。 いうのをこれはもう皆さんね是非、えーえー、マストとしていただきたいんですがえっと「あ,あいうえお」おと「不適切」「不適切あ,あいうえお」ですよね。 本試験はたいまあ4択から5択で適切または不適切を選びなさいよという問題ですよね。なので、じゃあ適切なものをもうすぐ答えを見る。答えはあです。じゃあそれ以外は不適切ですよと。はい。不適切なものを選びなさい。はい、答え見ました。はい、答えあです。あが不適切。それ以外は適切ですよと。はい。もうお分かりですね。ここに書かれている、ね、あと。 ここに書かれているイ・うえおは正しいことが書かれているんです。正しいこと。ね。そうでしょだから皆さんは直近の5年分だから平成25、26、27、28、29年の5年分のね過去問のこの正しいところだけをまずは読んでください。5年分通して。はい、読むだけだから正しいところだ。 解かなくていいんだから、正しいね、丸のとこを読むだけですよ。どうも、これを2、3回繰り返してください。正しく書かれていること。まずそこを目標に、正しい選択肢だけをしっかり目を通す、読むということね。1回目はやっぱり時間かかります。だけど2回、3回とあ、これ読んだなと。あ、そうそうそうだったな。って、ね、2回、3回読むと、もう大体見覚えがある状態になってます。覚えちゃいないんだけど、あ、あ、見たことあるわ。 これ大事なんですね。見覚えある状態、ね。できればこれを4回、5回繰り返すと、ますますね、定着していくことになりますけれども、まあ、まずは5年分を少なくとも3回転しましょう。ってことです。はい。だからもう1週間に1回転ぐらいのつもりでいいと思うんですよ。さっきのこれでいくと、この1週間で1回転、2回転、3回転、みたいな形。でも全然構わないです。はい。そんな形で、 丸の選択肢を少なくとも最低5年分3回転させましょうと。はい。いうことになります。で、それがもしできたら、今度はもうちょっと時間かかるんですけども、じゃあここの、ここ、誤りの選択肢ですよね。誤りの選択肢ですよね。じゃあこの誤りを正しく変換しましょう。 こここれが2つ目にやることです。す。っちの方は時間かかりますいいですかなのでまずは簡単に丸のところだけ読みましょう。でそれが終わったら今度は間違ってる×のところをどうすれば正しくなるのかを考えましょうと。例えばたいこう何々は多いいやそれは少ないにするとかね何々が高いこれは低いにするとか。 大きい小さいとか、まあ、大義語の問題だったりだとか単語を逆にしてたりだとかいろいろこうあります規模の経済と範囲の経済逆にしたりだとか、まあ、よくありがちなパターンですよね、まあ、そんな形であのどこが間違いなのかっていうのをもうこの回答を見ながらでいいので、まあ、できれば自分で考えてほしいですけど、まあ、回答を見ながらでも時間なければ答えを見ながらでいいのであここが違うんだここが違うんだとチェックを入れていくだけでもいいですそれをやってください でここまでやれば、まあ、ほぼ、過去問どっぷりになりますのでね。なので、この1ヶ月、まあ、企業系理論、なかなかこう、点数伸びないって人は、多分、選択肢に慣れてない方が大半だと思います。なので、あのー、まあ、そうですね。えー、まず、正しいのを3回読む。そして、誤ったところを、まあ、最低1回、一通りチェックしてみるだけでもいいので、この7月中に、えー、チャレンジしてみてください。 はい。で、中小だけは過去問が使えませんよね。なので、中小の場合は、まあ、トーレンとか模試。で、今まで、まあ、レックス性であれば、ベーシックトーレン、ステップアップトーレン、アドバンストーレン。プラス、えー、ステップアップ模試と、えー、ファイナル模試。この5つの、えー、問題が皆さんの手元にあるはずです。で、そこに、まあ、多分、他者模試受けたりだとかね。だから、問題だけはたくさんあると思うんです。で、その、 試作と白書ありますよね。圧倒的に試作です。試作。だからレックスエだと70問ぐらい試作の問題あるはずです。だから試作の問題をまずは徹底してやる。うん、で、えー、試作を先に頭に完璧に入れちゃう。そうするとですね、大体試作だけで40点ぐらい取れるはずです。はい。で、今度は白書ですね。白書については問題で出された図、表、ね。 ああ、こういう図なんだ、こういう表なんだ、ふーんっていうぐらいの流し読みで結構です。細かい数字とか無視です。ああ、なるほど、これが一番高いんだな、とかね。あ,あこういう傾向なんだな、ふーんって感じで目に焼き付けるイメージ。ビジュアルでぼーっと焼き付けるイメージ。はい。それで大体、まあ、20点から25点ぐらい取れるはずです。そうすると、6割超えてくるんですね。中小は。うん。 なので、あの、優先順位は試作ですね。試作をまず徹底してやり、余った時間で、え、出た図表について、まあ、目にね、ぼーっと焼き付けるぐらいの形を、ぜひ、この1ヶ月でね、やってほしいなと思います。はい。なので、まあ、模試答練、抽象については模試答練を活用する。それ以外の科目は過去問を徹底活用すると。で、その都度、え、ファイナルペーパーを作りながらね、 で本番に向けて、まあ、準備しながら頭の整理しながらで本番でも使えると、まあ、そういった形で、えー、準備を怠らないようにしていただければで今回のこの皆さんの資料の一番最後に付属資料って付けてありますけどこちらはいわゆる皆さんのその、えー、受験票だったかな願書だったかな、はい、あのお持ちだと思うんですあれに載ってる。 試験範範囲囲です出題範囲なのでこの出題範囲をパーッと見て分かる分かる分かるってチェックをしてみてくださいあこれはあのテキストの右下の方に書いてあったなとかねああ分かる分かるこれは模試で出た論点だとかパ,パパパパーッとでここに書かれてる単語が分からないというのは NG ですからね分からない言葉はない状態に、まあ、少なくとも聞いたことあると思いますああこれああこういうことだよねとか あ、これ、あの、テキストでやったわ、とか。いうレベルであ,あれば、OK です。あの、中小は、中小以外ね。中小はやらなくていいです。あ中象以外の科目について、あ、知ってる、知ってる、知ってる。で、あ、ちょっとこの分野弱いんだよねと。じゃあ、その弱い分野をファイナルペーパーにまとめておくとか。そういった時の、あの、チェックリストに使ってください。 はい、まあそんな形で、あのー、ざっとお話ししてきましたまあ貴重なね勉強時間を割いて今ご覧頂い,いてるということでもうこれで終わりますけれども、あのー、最後に、えー、大事なのはこう諦だからそのそうですね皆さんが診断士の勉強を始めた日もしくは診断士欲しいな と決意しした日のことを思いい出ててみてください、うん、その、ね、結果が出るもう手の届くところまで来てるんですよ。ね。あと1ヶ月もすれば一時合格が手に入ります。そのために今歯を食いしばってね頑張っていただいて。で一時はまあ冒頭言ったようにサクッと受かっていただいて二時もう楽しい楽しい二時が待ってます。ね あの、皆さんの本番は2時ですから、10月の2時に向けて、早く1時クリアして、で、2時試験の、もう私の講義をね、ぜひ、生で受けられる人は生池袋まで来てくださいで。生で受けられない人はまた画面を通してね、お会いできればなと思いますので、はい、もう2時は最高に楽しいので、えそれをね、目指して、まず一1時ね、皆さん合格してきてください。あの、待ってますんでね、はい。まあそんな形で、悔いを残さない1ヶ月にしてください。 はい。というわけで、えー、一時試験、一ヶ月前の過ごし方のガイダンス講義はここまでにしたいと思います。二時で待ってます。では、ご清聴ありがとうございました。頑張ってください。